さて、今日はここまで。想像以上の上達だよ。エイミには剣の、いや、戦いの才能がある。だけど、まだラファエル、本気になってない。臨床性、周囲の状況把握、次の一手に対する直感がお前の強みだ。だが、左足の傷を無意識にかばうことが、動きに制限をかけている。完全には治らないその傷とどう向き合うか、それが問われているのだよ。そしてもう一点、大きな問題がある。知りたいかね？いいから、早く教えて。ここではお前は私の娘ということになっている。私のことは父上、あるいはお父様と呼びたまえ。尊き者の心構えとして、父を呼び捨てるのは良くないことなのだよ。バカ。もういい。教育方針ということにしておこうか。さて、私はそろそろ領地をめぐり、怠惰な首領官と話をつけてくるとしよう。我が仮初めの主デュマ殿の機嫌を損ねては面倒なのでな。エイミ、一人で館へ戻れるね。大丈夫、この地に身を隠していれば渡り鳥の暗殺者も当分追っては来ないだろう。私は別にどこだっていい。私の弱点、左足の傷。あの日の。バカなことを。だからといって成績を盗み出すなど。あなたも知ってしまったのでしょう。今の暴る機関が湖の乙女を裏切っているという秘密を。この声は確か領主のデュマ。もう一人は知らない。お前がなぜ湖の乙女のことを知っている？あなたはそれを知ったからこそ組織から離れた。違いますか？しかしデュマ殿も人が悪い。私に紹介したい方がいるならば、そうおっしゃってくださればよいものを。何のことだ？ねえ、あなたもそう思いませんか？扉の裏で聞き耳を立てていらっしゃるお嬢さん。君は、エイミ。申し訳ない、アズエル殿。この子はわしが客分として迎えている猿貴族の娘です。まだこの屋敷に慣れておらず、迷ったのでしょう。さすがデュマ殿、私を試しておられるのですね。情動の光は鈍く、警戒心は獣のごとく、攻撃性を業も隠さない。このお嬢さん、断じて貴族の娘ではありません。何よ。いや、しかし、いやはや、追いゆく姿も人間は美しい。私はそろそろおいとまするとしましょう。クオリファイアへの協力、確かにお願いしましたよ。感謝しますよ。あなたのおかげで楽しめました。とどまることを願う者はその歩みをとどめてはならない。教養のベールをまとうことです。お嬢さん、あもとい、エイミ君。